今天上馬約11時25分、大陸拓探、天和号、核心装成功発射マスク、巨峰配新聞直巻報道、11時25分、大陸調整5号 B 遥かに雲彩河川搭載拓探天和核心装、在海南文昌航天萩場発射マスク。発射の前、雄大飛行空港点、石火毛愛好者収集在海南文昌航天萩場付近敵海灘、準備迎接発射時刻。やや早前、居中国際人工天皇帝版皇室消息、調整5号 B 遥かに雲彩河川未完成推進在下中、計画、11時元発射拓探天和核心装。巨報道、調整5号 B 雲彩河川、シーズ 5B、これ大陸近地機動雲彩能力最大的新一大雲彩河川、昇誕大陸拓探相談発射任務。大河川上2020年5月首比成功、巨高天下儀集団1院長制5号系列河川総指揮王ジュエス化粧、超 5B 河川これ大陸首型1級半河川、目前近地機動雲彩能力最大的雲彩河川、代表量大陸雲彩河川技術的最高水平、近地機動雲彩能力不定上22トン、これ個不接不控え的、大力士。拓探核心装天和発射マスク、ハイゼジ上世紀90年代区移動的大陸最人工多工程以来、比較的三歩総戦略的第三歩、建造最人拓探、解決優也や大規模的、長期有人少量的拓応用問題。1992年、中共中央作出ミノルセ最人工多工程三歩総発展戦略、第一歩、発射最人拓船、県政初歩配投的試験性最人拓船工程並み回転拓応用実験。第二歩、突破拓人手総活動技術、拓飛行機的公開体制技術、発射拓実験室、解決有一定規模的短期有人少量的拓応用問題。第三歩、建造拓探、解決有やや大規模的長期有人少量的拓応用問題。巨中国際人工天皇帝版皇室消息、在今秋良年齢、大陸小接続ミノルセ11時飛行任務、包括3次拓探相談発射、4次カウン拓船及び4次最人拓船発射、上2022年完成拓探在機建造、実現中国際人工天皇帝三歩総発展戦略第三歩的任務目標。大陸拓探、天和号、核心装成功発射マスク。邦配新聞。